真っ赤っかなスープですけどもね。もうちょっとこんな辛かったっけと。どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの心気をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、ということで、今宵も激辛武者修行をやっていこうかなと思うんですけれども、この企画はですね、私激辛ジョニーがさまざまな激辛料理に挑戦して激辛レベルをアップしていこうという企画でございます。というわけで本日も東京芝にあります激辛商店街の激辛ストリートにやってきました。本日で6店舗目になるんですけども、まだまだ道のりは長いのでございます。本日のメニューはですね、激辛台湾ラーメンがあるということをね、情報キャッチをしたんで、今回やってまいりました。本日のお店がこちらです。どん、中国三貫劉少軒でございます。このお店で辛いメニューが食べられるそうです。正直申しますと、私これ4年前に来ててですね、同じ激辛台湾ラーメン食べてるんですけども、もう4年も経ってますから、どんな味だったっけとか、どんな辛さだったっけとか、ちょっとね覚えてないんでね、その思い出に浸りながら今日は激辛ラーメンをすすっていきたいと思います。それでは行きましょう。千葉本店の伝統と風格が宿る名門、その支店として輝くのが劉少軒三田店。12年以上にわたり歴史を誇り、その門をくぐればまるで中華の秘境に足を踏み入れたかのような感覚が広がります。ここは個室の静寂な空間と舌の冒険を追求する激辛メニューが織りなす特別な食体験の舞台。緊張の中、挑戦者たちは勇気を胸に台湾ラーメン大辛の前に立つ。この辛さ、ただの辛さではない。ハバネロの烈火がその中に灼熱の舞を奏でている。小辛、中辛、大辛の3つの辛さレベルを選べる。一度決めたら振り返ることなど許されない。究極の激辛武者修行が今始まる。というわけでこちら来ました、台湾ラーメン辛さ大辛でございます。大辛、うわー、うわー、この真っ赤っかなスープですけどもね、本日もですね、これ武者修行ですから制限時間を設けて、食べていきたいかなと思います。今回はですね、15分以内にこれを全部食べていきたいかなと思います。いただきます。さあ、台湾ラーメン大辛お手並み拝見ですよ。ということで、まずはスープからいきましょう。いただきます。ラーメンの中に広がるのは牛肉、ニラ、もやし、そして唐辛子の断片。一口スープを味わえばまるで嵐に巻き込まれるかのような感覚が襲ってくる。ハバネロの辛さが口内に舞い散り、その奥底にわずかな苦みが漂う。食べ進むほどに口の中で辛さが踊り、挑戦者たちはその痛みに打ち勝とうとする。途中休憩を取りながらも食べ続ければなんとか乗り越えることができるだろう。しかし気がつけば挑戦者たちは汗だくになり、額からはまるで滝のように大量の汗が流れ落ちる。それはまるで辛さと戦う者たちの証であり、その汗から彼らの勇気と決意とともに蒸発していく。ああ、もう限界なのかもしれない。そんな葛藤とともに徐々に進む食べる戦い。俺は強くなるんだ。あの時の悔しさを思い起こせ。お前はまた見知らぬ人に飯代をおごった上に1万円もプレゼントするのか。財布の中身が薄くなってため息をついた11月の夜を決して忘れるな。覚悟を決めろ。
麺はね、ほぼほぼ食べ終えたんで、残り数分ですね。残るはスープのみとなった。だがこのスープこそが最も辛い。なぜならハバネロの一番辛い成分が沈殿し、一口飲めば激痛に襲われる。勇気を振り絞り最後まで完食を目指す。ゴールはもうすぐそこだ。ごちそうさまでした。はい、というわけで龍翔軒の台湾ラーメン大辛を食べ終わってちょっとクールダウンして今ここにいるんですけども、食べ終わった直後からとんでもない腹痛に襲われまして、ヨーグルトはねこれ2本買ってそれガブ飲みしてねやっと落ち着いたんですけども、やっぱね口の痛みはね別にまあまあまあ痛いなっていう感じなんですけども、やっぱりねお腹がすごい、もうちょっとこんな辛かったっけと、お腹がね結構しんどかったです。思い返せば4年前もこんな感じのお腹の痛みに襲われたんじゃないかなってちょっと今記憶が戻ってきました。お腹の痛みも考慮して今回の辛さレベルは8になります。激辛はね食べ終わってからも激辛でございます。帰るまでが遠足と言いますけれども、激辛もね食べ終わって出すまでが激辛と、ということでこの激辛武者修行、また次回もお楽しみに。それではまたお会いしましょう。またね、バイバイ。